そうですね、やっぱり5番手ぐらいのところに行って、で勝ちを意識せずにレース乗れたから、やっぱり最後の足使えたと思うんですけどね。赤岡騎手がうまく乗ってくれたという感じですか。そうですね、彼のファインプレーです。能力はいいものを持ってます。ただ今にまだ未完成なんで、今回は一応調教で、前回は手前を右手前でゴール入ってきたので、手前をとりあえず変えていけるような状態にも今してます。まだ完全に出来上がったわけじゃないですけどね、はい、一応今日行ったんですけど、ちょっと強めぐらいのところで行ってみて、一応手前は変えてきたってことなんで、順調には来てます。やはり距離の対応はできると思うし、完全に仕上がってきて、蜘蛛の蹴っ張りもできてきたら能力は高いと思ってます。やっぱ将来的にはここの重賞で戦って蜘蛛になると思ってますので、ゆっくり慌てずに行こうと思ってます。そうですね、だんだんにその競馬を覚えていけるように、前回も5番手ぐらいから行けたので、今回も行きたいまま行ってもらって、その後ろから入って向こう正面から競馬していくっていう形を、あの馬の形にしてやりたいと思ってます。それはもうどの枠順にもらうかによって、まあ、変わってきますので、やっぱりできればその枠の方がいいでしょう。なかなか速くなったら、その時はちょっとしんどいか分かりませんね、はっきり言って。やはり有力馬が3頭ぐらいいますので、その馬たちは前に行くみたいなんでね、その馬に対してどうやって乗るかは、まあ、あとは赤岡君に任せます。馬の状態は前回よりもだいぶ上ですけれど、やっぱり相手が前に行く馬がたくさんいますので、その馬たちとのやり合いというか、前回みたいな競馬ができればチャンスはあると思ってます。応援よろしくお願いします。まあ、バグの中に、ね、入るような形にはなりましたけど、ひるむことなく、まあ、騎手ゴーサインに出してしっかり乗せてくれましたね。自由にどこからでも競馬できるようになったと思います。いや、やっぱり早いですね、この時期に1秒台で走れるというのは。まだね、馬自体も本当に体幹も弱くて、トモもまだまだ優位ですけども、その状態でこれだけのパフォーマンスできるというのは本当に今後は楽しみです。いや、やっぱ最初からね、ちょっと何か違うなというのは感じてたんですけども、まあ、能力検査行った時にはやっぱりちょっと能力あるなというのは感じましたね。まあ、自由自在に競馬できるとこと、心臓、心肺機能が本当に強いかなと思います。いや、普段は結構ボーっとしてますね、うん、ちょっとスイッチっていうか、まあ、切り替えが上手なのとか、ちゃんとレースなどになるとしっかりと気が入って集中してくれます。いや、本当に順調に来てますね、うん、やりすぎないようにはしてますけども、本当に順調です今。ちょっと今までずっとフルーマと合わせて追い切ってるんですけども、結構こうフルーマを馬なりで煽ってしまうような感じで、結構能力高いところを見せてるんで、まあ、速くなりすぎないようにだけは思ってます。いや、本当にもうあまりメンバーのことは考えてないですね。この馬本当に能力あるんで、まあ、無事に出走させることを今考えてます。特にどこでも大丈夫です。そうですね、やっぱり中段より前ぐらいが欲しいですね、やっぱり。特に気にしてないです本当に、ね。まあ、今順調に来ましたんで、なんとか、ね、ネクストスター勝利できるように頑張りますんで、また応援のほどよろしくお願いいたします。そうですね、正直逃げるまでは考えてなかったんですけど、やっぱこの馬自体がレースを重ねるたびに、やっぱスタートも良くなり、ダッシュも良くなり、自然と逃げたっていう形だったんですけども、しんどい競馬にはなったかなとは思うんですけど、馬としてはすごいいい経験にはなったんじゃないかなと思っています。競馬が上手だなっていうのがやっぱ一番かな。それが競馬をしっかりできるようになってきてるのがいい点じゃないかなと思いますけどね、はい。そうですね、やっぱりどんな競馬でもできるっていうのは、レースが乗りやすい、操縦性がいいっていうのが一番のストロングポイントかなと捉えさせてもらってますね、はい。まあ、去年のせいで購入したっていう形で、まあ、うちの厩舎自体が去年開業っていうことで、まあ、スタッフみんなとも来年の2歳からが勝負だねっていうのはずっと掲げてやってきたので、その中でやっぱ育成段階2歳っていうのはすごい期待を持って、うん、やってきたまではありますね、はい。うん、重賞レースなのでもう一段階、馬を上げたいということで、短期ではありますけども、この中間は半路施設の牧場の方に出させていただきまして、半路でしっかり負荷をかけてくるっていうのを意識して、それからどう帰ってきてから10日競馬になるんですけども、思い通りにはいっていると思います、はい。そうですね、今朝行ったんですけども、合わせ馬でまだそこまで
目いっぱいいっぱいやれる馬でもないし、やりたくもないっていうのが本心だったので、ただ芝居だけはしっかり伸ばしたいっていう意思のもとでの指示の追い切りだったんですけど、まあいい動きでした。はい、予定通りこなせてくれてます。はい、特にないですね。本当に競馬上手な子なんで、今はもうこういう競馬しかできないっていう馬じゃないので、やっぱりそれは、うん、枠は特に気にならないです。はい、砂をかぶる練習とか馬を前に置くっていうのはもう常にイメージはしてやってきましたので、逃げないと競馬できないっていうまでないですね。はい、うん、苦手というイメージはないですね。はい、こういう舞台に馬を送り出せるっていうのは、まあ、調教師になってすごい嬉しいことなので、少しでもいい競馬をしたいと思いますので、応援をよろしくお願いいたします。とりあえず能力が高いかなっていうのは分かってましたんで、まあ、勝ってほっとしたっていうところです。はい、いくらかその若さを見せるというか、砂をかぶってひるむようなところがありましたけど、最後は直線向いて足を使ってくれたんでね、まあ、徐々にそれもレースに行って慣れてくるかなと思って、はい、様子はまあまあ変わりなく2歳なんで成長はしてくれてるかなっていうところです。はい、まあ、今日やったんですけど、今日はまあ調整程度でやったんですけど、先週しっかりちょっとやったんですけどね、まあ、エコロクラージュと合わせて、まあ、ちょっと置かれましたけど、いい動きができたかなとは思います。はい、そうですね、まだちょっと見てないんですけど、まあ、2連勝してる馬とか、あと重賞勝ち馬とか出てきますんで、ちょっとやっぱ胸を借りるつもりで臨みたいかなとは思います。枠はどこでもいいです。はい、そうですね、まだ雨馬場でちょっとレースしたことないんで何とも言えないですけど、まあ、若干その砂かぶって嫌がってたんで、できることなら両馬場でやりたいかなとは思います。すごい速い足があるっていうわけではないんですけど、持続的に長くいい足を使ってくれるっていうところがこの馬の持ち味です。そうですね、もうマイルからはすごくいい競馬ができるかなとは思うんですけど、まあ、なんせ専用なんで、どれぐらいの競馬をしてくれるかなって思ってます。まだまだ若さが残って、教えないといけないことが結構あるんですけど、園田の重賞戦線では活躍ができるような馬だと思いますんで、応援のほどよろしくお願いします。前走使う前からなんですけど、馬がだん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 成長していって、レースのうまさがこの馬の持ち味だなと思いました。そうですね、ゲートも、まあ、そこそこ早かったですし、砂をかぶってもひるまない、前向きに前の馬を見て最後捉えるっていう感じで、前走の乱用はいい内容だったかなとは思います。そうですね、状態も変わりなく疲れもなく、まあ中一周なんでそんな早いとこはちょっとできなかったんですけど、まあ状態をキープできてるかなとは思います。そうですね、まあ、いつも通りの調整っていう感じで、調整します。負けてる馬もいるんですけど、まあ、この馬もこの馬なりにレース内容がだいぶ良くなってきてるんで、まあ、展開が向けば一発あるかなとは思います。そうですね、まあ、好意に、まあ、あまり後ろにならなければいいなとは思ってます。はい、そうですね、まあ、スタートが出るんで、まあ、枠はどこでもいいです。雨馬場で走ったことがないんで何とも言えないですけど、レースが上手な分雨も大丈夫じゃないかなとは思います。ジョッキーからも聞いて乗りやすいって言ってるんで、そこがこの馬のセールスポイントじゃないかなとは思います。そうですね、1004、まあ、1007までいけるかなっていうところでクエスチョンを出しますけど、まあ、1004が一番合ってるんじゃないかなとは思います。上がり上司で来てるんで、なんとか重賞狙えるように頑張ってもらいたいです。